みんなさんこんにちは。この動画で昔の低解像度アニメ動画を高解像度化の方法を紹介いたします。まずは実際の画面効果を見てみましょう。1分16秒から昔の怪盗セイントテールの比較動画を再生します。とても綺麗のでぜひ見てください。ここからは高解像度化の方法を紹介します。まずは AVC ラブズビデオインハンサー AI を起動します。動画ファイルをドラッグして追加します。 AI アップスケーラーを選択してからノイズ除去のチェックを入ります。ビデオサイズで拡大欲しい解像度を選択します。保存先を設定した次第処理を開始します。録画中のビデオカード動作が重いので時間がかかります。ここは加速処理をします。最後は一緒に処理前後の動画を見ましょう。